こんにちは、あたりです。今日もね、おもちゃで遊ぼうと思ったんですけど、まあちょっと予定を変更してこのような感想動画になりました。しばらくお付き合いください。いやー、皆さんも知った通り2月15日日曜日、列車戦隊特急ジャーが最終回を迎えました。ありがとうございます。1年間本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。いやー、列車戦隊特急ジャー素敵な作品だったね。いや、もう素敵な作品、ほんと素敵な作品だった。なかなか珍しいんじゃないかな、特撮でスーパー戦隊で素敵な作品だったね、最後に思えるような作品、例えばこうすごいいい作品だったね、大好きな作品でしたね、で、すごい作品だったね、いっぱいあるんですけど、やっぱりこう心から素敵な作品だったなって思えるような作品って、まあ、なかなかないんじゃないかなって思いました。僕の中ではね、まあね、それもやっぱりこの1話目から最終回までしっかりこのイマジネーションっていうものをね、しっかり描き切ったっていうことじゃないかなって、思います。1話の、そう、1話を見直したんですよ、僕。1話をね、ブルーレイ持ってるんで1話を見直して、あ、そういえば自分で1話で感想動画出したなと思って1話の感想動画も見たんですよ。やっぱりね、子どものイマジネーションってすげえな、改めて思い知らされた。でね、一番思ったことは顔つきが全員違うんだよね。やっぱり1話の時、やっぱりこう右も左も分かんないような中でこの役を演じているその1話の時と、もうこれだで最後っていう、そのすっごいキリッとした真剣な表情をした5人ね、全然別人みたいな顔してるんですよ。いや、本当にそれを見て、あ、1年本当に早かったけどすごい内容濃かったなって僕自身も、思わされましたね。どこっていうか、素顔で変身名乗りポーズやってくれるじゃないですか、特急1号ね。あそこの顔がね、本当にすっごいいい顔してた。そう、あそこでもう僕涙止まんなくなっちゃって、テレビを見てる時にリアルタイムで見てる時に、うわ、すっごいいい顔してると思って、もうあそこは何回見ても本当にいい。でね、やっぱり特急ジャーって、5人ないし6人、あれで特急ジャーなんだよね、やっぱり。やっぱりこう最初からずっと思ってたんだけど、やっぱりこう名乗りポーズ、列車戦隊特急ジャーバーンってやってるところのあの名乗りポーズ、あれはもう6人じゃないとできないのよ。1人でもかけるとあのポーズはできない。だから特急ジャーは一塊じゃないとダメなの、6人いないとダメなのっていうのがずっと続いてたじゃん、1年間。だからもう最終回でね、しっかりちゃんとそこやってくれた。ネタバレになっちゃうんですけど、しっかり5人がスバルガ浜に帰って子供に戻ってね、でいつもの生活に戻るね、アキラはアキラで死ぬ場所を探していたんだけど、生きる場所を見つけてレインボーラインで生きていくね、離れていても離れて暮らしてはいるんだけど、しっかりちゃんと特急じゃなんだよっていう終わり方をしてくれた。本当にありがとう。なんか演じてる方もやっぱりその特急ジャーを大切にしてるっていうのもね、やっぱりわかるし、なんかこの見てて、いろんな感想とかはやっぱりね、僕の動画の中でもやっぱり皆さんからいただくじゃないですか。やっぱりね、みんなも特急ジャーをね、なんかすごいその素敵だなみたいな思ってるのはね、わかる。いや、だからね、本当にすごい良かった。でね、この最終回を見終わった後に1年間ね、
プレミア発表会から今日までどれだけ特急ジャーに関わってるものにこう触れてきたかなっていうのをね、まあ、考えてたんですよ、うん、やっぱりまずはプレミア発表会ですよね、うん、見て顔つきがやっぱりね全然違うでしょみんなね、うん、ガッチガチに緊張してたもんねプレミア発表会、うん、うん、一家にね入ってる、あのレンタルの方にもねプレミア発表会の映像は多分入ってると思うので、まあよかったら、まあ、見てくださいよ。一巻に入っているのでプレミア発表会、うん、なんかこうまだ役もねなんかこうつかみきってない感じでこうステージに立ってて、うん、それがつい先日のねニンニンジャーのプレミア発表会で出てきた時なんかもう6人全員こう出来上がってたん、うん、出来上がってる中でこうステージに立っててまあ、ニンニンジャーのプレミア発表会の感想の動画の時にも言ったんだけど、やっぱり成長してたんだなっていうのは、うん、思わされる、うん、最終回見てやっぱりね改めて思っちゃったよね。そしてやっぱり思ったのは、あ、思ったのはっていうか、あの1年間のね中でやっぱりこのシアター G ロストねシアター G ロスト、うん、良かったよね。シアター G ロスト第1弾から来週行く第5弾までしっかり行きます。うん、シアター G ロスもね楽しかった。やっぱりねスーパー戦隊って触れ合う機会が多いんだよね。例えばシアター G ロスなんかはもう毎週のようにあのヒーローショーを公演してたりとか、やっぱりね、イベントなんかある時って仮面ライダーよりもやっぱりスーパー戦隊の方が多いじゃないですか、うん、だからうん、触れ合う機会はスーパー戦隊の方が多い、より身近なヒーロー、うん、なんだよね。そうだからやっぱり僕もいろいろイベントとかも行ったし、うん、やっぱりイベントとか行っている方もいるじゃないですか、ね、僕はね、リリアさんの DVD 発売イベントにも、はい、行かせていただきました。可愛かったね、間近で見るリリアさん可愛かったです。はい、何を話をしたのねちょっと待って、思い出すから待っててでね、やっぱりこの最終回を見て改めて思わされたことは、あの特急1号ライト役の志尊くん、彼がね素晴らしい役者さんだったなと改めて思わされましたね。あの夏の劇場版の感想動画でも言ったんですけども、やっぱりね演技がね素晴らしいんだよね。うん、やっぱりね彼がライトで良かったなっていうのはね今回思わされました。本当にこの志尊くんが特急ジャーを形作ってるというか、特急ジャーは彼がいないと成立しないというか、志尊くんがライトじゃなかったら多分別の形の特急ジャーになってたよね。それこそもう下手したらシナリオすら変わってくるんじゃないかなってぐらい、それぐらい、うん、彼の役者としての素質を感じさせられました。本当にやっぱりねこのねキャストの方のブログとか、まあ、ツイッター、まあ、このインタビューなどを見ているとやっぱりねこの関係性というか、この志尊くんがどういう役者さんであれしてるかと、やっぱりこうみんなをまとめてこう引っ張ってくれたんだな1年間っていうのはね、やっぱり思い知らされるわけですよ。まあ歴代のレッドの方たちもいっぱいいるじゃないですか。それぞれやっぱりねタイプ違うんですよ、うん、やっぱりこうみんなで一緒に横並びで行こうぜっていうようなタイプとか、おっしゃ行くぜって突っ走ってて後からみんながこうついていくようなタイプとか、後ろからこう押してってあげるとか、まあ、そういうようなタイプとかもいろいろいるんですけど、彼はねもう引っ張っていくと、こうグッガッガッってね引っ張っていく、まとめ上げてね、こういうタイプそうだからね、そういうあれでもやっぱり役者として素晴らしいっていうねところは
感じさせられましたね。それでいてこの1年間で大きく成長してるじゃないですかね、キャストの方全員が。だからやっぱりね、やっぱりね、話戻るけど、やっぱあの素顔の名乗りポーズ、やっぱりね、あそこが本当に素晴らしかったね。あそこのみんなのね、あのキリッとした表情、本当に熱がこもってたし、本当にあそこは良かった、本当に。うん。で、あのさっきこの1話の、ブルーレイを見たんですけど、あ、その前にあの最終回でエンディング流れたじゃないですか、ワンコーラス、ビュンビュン特急ジャーがね、あれテレビ本編だと初めてじゃないですか。うん。今までね、列車紹介コーナーでかっこいいぜっつって、サビだけしか流れてなくて、で最終回でようやくワンコーラス流れたぜね、なったじゃないですか。で、もう僕あの曲大好きだからさ、まあ、流れることはもう大体予想ついてたじゃない。まあワンコーラス流れるだろうね。でワンコーラス流れて、よし来たね、もう大好きあの曲、ビュンビュン特急じゃんね、あのすごいガンガン前向きになれる曲だし、なんかちょっとあの身近なねキーワードとかも入ってて、なんかちょっと親近感もあるし、なんか本当に楽しくて熱くていい曲なんだよね。うん。それがワンコーラスで流れてくれて本当にありがとう。超英雄祭でもさ、すっごい盛り上がったのよあの曲でね。そう、さっき話を戻そう、一巻を見た時にあって思って、そう、ブルーレイや DVD レンタルもそうだけど、エンディングが入ってないんですよ。うん。列車紹介コーナーってまあいろいろまあ大人の事情で流せないから、うん、収録できないからエンディングが入ってないんです。ということは最終回だけエンディングが流れるんですよ、特急じゃ DVD ブルーレイを見ていると。これってなんかちょっと素敵じゃないですか。まあもちろん偶然だと思いますよ。てか偶然ですよね、そんなの狙って1年間やってるわ、やれるわけないから、うん、全くの偶然だと思うんです。でも1話からずっと流れずにいたエンディングが最終回だけで流れるって、なんかちょっと素敵じゃないですかね。ここが終着駅だよねっていうエンディングが流れる最終回、ちょっとね本当に、あ、なんかそれ僕気づいた時に、素敵じゃん、偶然だけど素敵な演出だってちょっと思っちゃった。うん。はい。で、今後なんですけども、6月に V シネマ帰ってきた特急ジャーが発売になります。今までは本当は子供だったライトたちが旅をしてきたんですけども、 V シネマでは本当に大人になったライトたちが出てくるみたいですね。あの最終回のね、このスポンサーのところに本当に大人になったライトたちがって書いてあったので、だからそこ、だから多分今10歳のライトたちだから、まあ、多分20歳ぐらいになった、だから10年後ぐらいの特急ジャーのお話になるわけじゃないですか。で多分アキラと再会するわけでしょ、10年後ぐらいに。だから見てるこっちとしては、その10年間一体何があったのかとか、どんな思いで過ごしてきたのかとか、再会してきた時の第一声は何なのかとか、すごい掻き立てられるよね、想像が。うん。だからその終わった後もしっかりこのイマジネーションを持たせてくれているっていう特急じゃ、いや本当に素敵。うん。なのでまあ、ちょっとね、今日一日はちょっとこう特急ジャーに浸っていたいということで、まあ、こういう感想動画になりました。本当に1年間本当に
スタッフとかね、キャストの方、ね、ありがとうございましたと、お疲れ様でしたと。いや、直接会って言えるなら本当に直接言いたいですよ。うん、まあ無理だけどね。はい、というわけで、無理じゃねえわ、ジーロッソ行くわ。あ、ジーロッソ行ってありがとうと、はい、叫んでくるかな。はい、というわけで、皆様もね、最終回、そして1年間特急ジャーをね、応援してきて、いろいろ感想を持たれていることでしょう。ぜひコメント欄にね、書き込んでください。はい、みんなでこうワイワイ語り合うっていうのもたまには必要なんじゃないですか。はい、ぜひコメント欄に書き込んでくださいよ。それではまた次回、バイバイ。